はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンボールカカロットダウンロードコンテンツのバーダックやっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、それではストーリーを進めていきましょうか。さあ、て。おい、そこのお前。ん？道を開けろ。ベジータ様だ。いたのか。呼び捨てにするな。ベジータ様だ。ほらほら、ぼーっとするな。さっさと道を開けないか。姿勢を正せ。来たぞ。ナッパ、髪の毛がある。ああ、おい、何をしている？はい、お待ちを。どうした？え？何かを気にしていただろう。うん、はあ。実は、スカウターのサーチ機能をつけたままにしまってたんですが。そしたら、あの男に反応したんですよ。あいつ、戦闘力1万近くでしたぜ。そんな高いね。それはすごいな。お前より強いじゃないか。きっとスカウターの故障ですよ。後で修理に出しとかねえと。だが俺の相手ではない。俺はさらに強くなる。全宇宙で誰にも負けないほどにな。へへへ、さすがはベジータ様。どこまでもついていきますぜ。なんだ隕石か。分からん。ここがカナッサ星か。ちんけな星だ。満月まで少し時間あるな。そんじゃ本番前に体を温めとこうぜ。ちょうどお迎えも来たようだしな。おお、集まってきやった。二手に分かれるぞ。俺とセリパはバーダックにつく。なんだよ、俺一人でやらせろよ。お前はやり始めたら周りが見えなくなりがちだからな。だから俺たちもついていく。チッ。ってことは俺とトテッポか。ああ、てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい。ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ、よし、いいかてめえら、やるからには徹底的にだ。暴れっぞ。おいよ。それじゃ、ひと暴れするか。ああ、まあ、サクッといっちゃいましょう。敵のレベルどれぐらい？ 20 ぐらい。おお、結構いける、結構いける、結構いける。なるほど、群衆クエストだなこれ。危ねえ、なんか結構本気で強そうな感じだね。おいおいおい、あ、一回一回はね全然弱い。やべ、うん、あ、あ、なるほど、いけ、そういうことね。残り10体。お、なんか強いの来た。残り10体でなんかすげえ強そうなやつが来たぞ。でも問題ない、そう変わりはしないでしょう。あ、いたいたいた、すげえ。こいつ段違いに戦闘力が高いね。星置きを見せてやる。もうちょい。
終わり。あと1体。じゃあまあまあ楽勝ですね、今のところはね。結局大猿にならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊んでようかね。お、バーダック、時間だ。お、てめえら仕上げだ。てめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いや、しかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲しがってらっしゃるんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーズ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。俺も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわうわうわ笑わせるぜ。
俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ、タグ。のう、バーダック。バーダック、おい、バーダック、しっかりしろ、バーダック。なんだ、おいおい、どうしたんだ、バーダック。